イテム番号 SCP-576-JP。オブジェクトクラスセーフ、特別収容プロトコル SCP-576-JP は、サイト、8181の保管ロッカーに収容してください。SCP-576-JP をエリア、576-JP へ移動させることは禁じられています。また、SCP-576-JP-3 は拘束した上でサイト、8123の人型オブジェクト収容室に収容してください。説明 SCP-576-JP は、県軍村の村議会議員だった足の位牌です。また、エリア、576-JP は足の内旧村だった地域です。SCP-576-JP がエリア、576-JP に持ち込まれた場合、SCP-576-JP を中心として徐々に SCP-576-JP 現象が発生、進行します。SCP-576-JP 現象では3種類の現象が同時に進行していることが確認されており、通称、再現、現象と、対抗、現象、住民化、現象と呼ばれています。再現、現象の対象となるものは現象発生時に建造物が建てられていなかったエリア、576-JP 内部の土地です。SCP-576-JP がエリア、576-JP に持ち込まれてからランダムなタイミングで発生します。再現、現象が発生すると、対象となった土地に突如建造物、SCP-576-JP-1、と人型実体、SCP-576-JP-2、が出現します。現時点で確認された限りでは SCP-576-JP-1 は1900年代に実在した商業施設に、SCP-576-JP-2 はその従業員に酷似しています。SCP-576-JP-1 及びにはあたかも最初からその場に存在したかのように振る舞います。しかしながら、SCP-576-JP-2 は詩人として活動している点は一切確認されておらず、観察された限りではいついかなる時でも SCP-576-JP-1 の従業員であるかのように振る舞います。また、SCP-576-JP-2 とは世間話レベルでの意思疎通は可能ですが、1900年代以降の知識はないことが確認されています。また、SCP-576-JP-1 及び SCP-576-JP-2 は SCP-576-JP がエリア、576-JP から持ち出された時点で消滅します。SCP-576-JP-1 が出現した時も SCP-576-JP-1 出現以前と何ら変わりのない状態に戻ります。対抗、現象の対象となるものはエリア、576-JP 内部の無生物のみです。対抗、現象が発生した物体は同様の機能を持っている物体の技術水準が徐々に以前の時代のそれへと変化していきます。例えば、スマートフォンの場合には二つ折り式の携帯電話、ストレート式の携帯電話、肩掛け式の携帯電話の順に、液晶テレビの場合にはブラウン管カラーテレビ、白黒テレビ、といった順に、対抗、していきます。対抗、現象は最終的には、再現、現象と同じく1900年代の水準にまで、対抗、した時点で終了しますが、当時存在しなかった技術を利用した物品は、対抗、現象の途上で消滅します。対抗、現象の影響を受けた物品は、再現、現象とは異なり SCP-576-JP がエリア、576-JP の外へ持ち出された場合でも元の状態には戻らない点に注意してください。住民化、現象の対象となるものはエリア、576-JP 内部にいる人間です。住民化、現象が発生すると、対象となった人物は SCP-576-JP-3 へと変化します。SCP-576-JP-3 は、1900年代当時新村に居住していた人物の、1900年代当時の外見をした人型実体です。現時点では SCP-576-JP-3 のタイプは76種類、SCP-576-JP-3-1-76、確認されています。SCP-576-JP-3 は SCP-576-JP-2 とほとんど同じ性質であり、1900年代以降の知識は持っていません。ただし、SCP-576-JP がエリア、576-JP から持ち出されても消滅せず、また元の人物に戻ることもありません。
SCP-576-JP-3 に変化した時点で元々の人物の人格は消滅し、SCP-576-JP-3 のモデルとなった人物を模したものとなります。しかしながら、SCP-576-JP-3 の人格は SCP-576-JP-3 のモデルとなった人物のそれを完全に再現したものではないことが判明しています。SCP-576-JP-3 の種類のリスト、一部抜粋。番号、外見、尾行、SCP-576-JP-3、11、高齢の、丸メガネを着用したハゲた男性。藍色の和装をしている。19歳に亡くなった村の住民だった氏に酷似しているが、氏の趣味であった航空機の模型収集は再現されていない。SCP-576-JP-3、19、スーツを着用した大柄な少年男性。1900年当時小学校の教師であり氏の担任であった氏に酷似しているが、遺族が証言している、家庭では非常に子煩悩だった、という性格は飽きられない。また SCP-576-JP-3 には足の妻子に酷似した個体は飽きられない。SCP-576-JP-3、23、1900年当時の警察官の服装を着用した中年男性。1900年当時村の交番に勤務していた足に酷似している。氏は1900年当時は縁を患っていたが、SCP-576-JP-3、23にはそのような様子は飽きられない。SCP-576-JP-3、36、赤色の野球帽に短ズボン、ランニングシャツを着用した10代前半の男性。氏の友人だった氏の少年時代に酷似している。SCP-576-JP-3、47、中学校の制服を着用した10代半ばの男性。SCP-576-JP-3、36のモデルでもある氏の学生時代の外見に酷似。SCP-576-JP-3、65、モンペを着用した老齢女性。1900年当時村で農業を営んでいた氏に酷似。氏には老齢の夫がいたが、SCP-576-JP-3、65による言及はなく、SCP-576-JP-3 群にも飽きられない。なんというか、昔の村を忠実に再現した、というより個人の印象や記憶を頼りに再現した、という感じなんですよね。特に SCP-576-JP-3 のモデルになった人物の全てが再現されている、というわけでない点とか。氏の印象とか記憶とかから再現された、ということなら完全な再現ではないという点も説明がつけられそうです。さみだれ研究員。SCP-576-JP の性質を財団が発見した時にはすでに SCP-576-JP 現象が一部で発生しており、県の家屋等に、対抗、現象が発生し、県の SCP-576-JP-1 と体の SCP-576-JP-2 が発生、また市住民人が SCP-576-JP-3 に変化していました。カバーストーリー、土砂災害が適用され、影響を受けた家屋等は全て取り壊し、SCP-576-JP-3 になった住民らは死亡扱いとした上でサイト、8123に収容されました。インタビュー記録、576JP、12。SCP-576JP の起源の解明に有用であると判断されたインタビューの抜粋です。対象上の氏、以下、対象。元村議会議員。生前の氏とは同僚だった。インタビュアーエージェント、妙高。録音開始から省略。エージェント、妙高それでは、3のことについて教えていただけますか？対象はいはい、よろしいですよ。こんな GE の話すことが役立つなら何でもどうぞ。エージェント、妙子ありがとうございます。まず、さんはどのような方でしたか？対象そうだね。まあ悪い奴じゃなかったのは確かだね。なんせ電線の工事絡みで賄賂渡そうとした業者を怒鳴りつけて警察に通報したくらいだし。ただ。エージェント、妙子ただ対象いささか怒りっぽくてなぁ。その時も怒鳴りつけるだけでなくても出そうとしてたって話だし、奥さんや息子さんが止めたみたいだけどね。エージェント、妙高直情的な方だったんですね。対象まあ、そうなるわな。死ぬ何年か前からはもっと怒りっぽくなってたな。こう言っちゃ悪いけど、ポストが赤いと言ってはほえ、
東から日が昇ったら噛みつくなんて調子だったからね。あとは、あの村が大好きだったね。エージェント、妙高と、おっしゃいますと？最初はあいつは生まれも育ちも村だったからね。村への愛着は人一倍だったよ。今思えばそれがあいつの命取りになったんかね。エージェント、妙高命取り、ですか？最初あいつは村が足に吸収されて、っていう名前が消えるのが本気で嫌だったみたいでね。最後まで、村長に食ってかかってまで反対してた。そのことでずっと、46時中腹立てていてさ。エージェント、妙高そして最初はあいつはあの年だったのに闇っこいものとか味付けの濃いのが好きでねえ、それもあったのか、脳一血起こしてそのまま行っちゃったの。エージェント、妙高そうだったんですね。最初は、そうそう。あいつは死ぬちょっと前からずっと、昔は良かった、って言ってたねえ。エージェント、妙高昔は良かった、ですか最初俺とかとか、ともかく同年代の連中によく言ってた。昔は良かった。携帯やらパソコンやら変な機械もなかったし、もっと素朴だったし、それに村も賑わってたし、ってね。録音終了まで省略。